次にね、来た場所は、熱海サンビーチってことで、本当にね、まあ、熱海の海水浴場ですね。まあ、今シーズンではないんですけど、ちょっとね、少し遊んでる人なんかもいるんで、ちょっと近くまで行ってみようかなと思います。でね、ビーチのね、後ろの方にはこうやってヤシの木がいっぱいこう並んでますね。いいですね、リゾート感がありますよね。そして、海全体はこんな感じです。なんかね、遠くに、まあ、本当に海水浴場なんで、まあ特にね、何か見どころがあるってわけではないんですけど、で今ねシーズンではないんで、ちょっと海に入ることはできないんですけど、まあ、ちょっと近くまで行ってみようと思います。で、砂がねこんな感じで、あれですね、沖縄のビーチとかの砂とは全然違いますね。こっちはもうザ砂って感じです。沖縄の方はちょっとサンゴっぽい感じなんですけど、じゃあね、近くまで行ってみようと思います。近くまで来ました。こんな感じですね。あんまりちょっと近づきたくはないんですけど、まあ、まあまあ綺麗ですね。でこんな感じで、ここはもう海水浴場エリアで、まあそこのフェンス張られてるところから奥はもう行けないって感じです。まあね、夏なんかは本当に海水浴とかこうね、ちょっとね、天然日焼けサロンでもしようかなと思うんですけど、まあね、天気がねもう少し良ければっていうのはあるんですが、まあね、こんな感じで、で、あそこ、さっき行った熱海城なんかも見えるんで、面白いですね。じゃあね、こんな感じでビーチを歩きながら、次のところへ行こうと思います。まあ、本当またね、夏とかに来る機会があったら来たいですね。まあ、多分人がめちゃくちゃ多いとは思うんですけど、まあ、今だからこそね、こういう静かな海を楽しめるっていうのもあるんでね、まあね、いつ行っても海は楽しいと思いますんで、まあ、またね、ここでふと泳げる日とかが来たらいいなと思っております。ということで次のとこ向かいます。はい、ということで、次に行くのが紀宮神社ということでね、もう大くすだったりすごい見どころがたくさんあるところなんで紹介していきたいと思います。中入りました。ということで中はこんな感じになってるそうですね。もう小さいんですけど、一応神社ということで、でここには碑が建てられてますね。でこれが第二大楠ってことで、ちょっと見てみましょうか。こんな感じで、すごいでっかいね。そして、稲荷神社、これはあれですね、伏見稲荷大社を思い出すような鳥居がこう並んでます。そしてこの奥に稲荷神社、これに稲荷神社があるって感じですね。で、ここがこんな感じになってます。まもなく紀宮神社入り口になります。じゃあ登っていきたいと思います。ここが紀宮神社、すごいでっかいですね。じゃあちょっとね、参拝していこうと思います。じゃあ大楠の方に向かって行こうかなと思います。いやー、これが大楠です。普通にすごいわ。いや、でかいな。これは天然記念物に指定されてるということで、いや、これはすごいですね。
次、五色の森行ってみます。こちらが五色の森ということで、こんな感じでね、ちょっとゆったりできるスペースになってます。そしてね、こっちの方には売店もあります。はい、ってことで、木の宮神社、本当にね、もうね、一つの神社なんですけど、いろいろ見どころがあって本当面白いです。なんでね、まあ静岡の熱海の鉄板の観光スポットなんですけど、ぜひ、来た際には足を運んでいただけるといいなと思います。では本日はここに泊まります。源泉かけ流しにこだわってるってことで、早速入ってみます。じゃあホテルチェックインしたんで、ちょっとルームツアーをしたいと思います。まずここはなんだ、でこんな感じ で冷蔵庫がかなり、こういう感じで、あれですね、こう取ってったらっていうシステムになってる感じですね。ここは冷凍庫になってます。でここが、お風呂なってます。で、ここはトイレですね。で、部屋はこんな感じになってます。結構広めですね。当然ね、一人だと結構贅沢できるような、で、ここにもちょっとね、休憩できるような感じで椅子があります。そしてこちらが前菜になります。こんな感じで本当にね、旅館らしい豪華な前菜になりますね。そしてこっちのね、鉄板の方は後のお楽しみってことで、じゃあビールも頼みましたんで飲みますか。じゃあこちら先ほどの鉄板のステーキになりますね。北海道和牛ステーキ。そしてこちらがお刺身お作りということで、いやー美味しそうだな。そしてね、こっちにおわあるんですけど、これがこうなんかね、中に入っててお吸い物みたいな感じです。ちょっとステーキをいただきます。じゃあステーキいただきます。お刺身もいただきます。袋、せがれもいただきます。何ですかね。こちらが金目鯛の煮付けになります。いただきます。おいしい。貸切露天風呂、じゃあ行ってきます。ちょっと見えづらいかもしれないですけど、初島っていう方の露天風呂に行ってきます。
そんな感じになってます。中ちょっと入ってみましょうか。あー、いいっすね。ちょっと暗くてあんま見えないかもしれないですけど、こうこじんまりとした感じがすごい素敵です。これが、朝食になりますね。アジの干物、そしてね、こんな感じで漬物やね、こういう感じで、こう本当に理想の朝食といった感じで、こう健康的な感じの朝食になります。でこちらは味噌汁になります。でね、こっちにあるのが、これがご飯で、これがね、こうね、なんかね、豆腐になりますね。こんな感じでこう朝から贅沢します。ホテルチェックアウトしました。すごくね、快適に過ごさせてもらいました、温泉も良くて、でね、ご飯も美味しくて、でね、スタッフさんたちもみんな優しくてすごい良かったです。ということでね、まあ、ちょっとね、今日はあんまり天気良くないんですけど、ちょっと旅の方を、まあ、できる範囲でやっていこうと思います。次回は熱海七湯ということで、こう熱海でね、こう回れる七湯というのがありまして、まあそれのね、こう七湯全部をちょっと回ってみたいなと思います。結構ね、個性的で、こう他の観光地じゃ見られないような場所もあるので、本当に楽しみにしててください。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。